皆さん毎日お疲れ様です。龍之介と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回もフリー素材で見つけたこの写真を描いていきたいと思います。本来ならこんなに、ごちゃごちゃした、風景は描かないと思うんですが、こんな、難しい風景でも、誰でも簡単に描けますので、ちょっと大変そうですがやっていこうと思います。まずはいつものようにこの写真を、24個の正方形に分割していきたいと思います。私は、マッキーで描いていますが、濃いめの線で描いている方が後で分かりやすいかと思います。写真の方に分割した線が引けましたら、画用紙の方にも同じように24個のマスを作っていこうと思います。使用している水彩画用紙はホワイト・ワトソン紙のサムホールサイズのブロックタイプになります。まずは画用紙の四方にマスキングテープを貼っておこうと思います。マスキングテープが貼れましたら、あらかじめ用意してありますこの型紙、これを使って分割した線を引いていこうと思います。この型紙を1個作っておくと同じことをする場合便利なので、おすすめです。前回コメントでいただいたんですが、こういう分割した線のことをグリッドっていうらしいんですが、知らなかったので教えてくださってありがとうございます。これからちょっと使いたいと思います。はい、これで写真と画用紙に同じ24個の正方形のマスができました。写真と画用紙の大きさが違ってもこの正方形のマスの数が同じならば、迷うことなく書いていけるかと思います。もちろんマスの数が多いほどより正確に書けるんでしょうけど、あんまりやりすぎると大変なので、これぐらいでやっていけばいいのかなと思います。慣れてくればマスの数を減らしても、書いていけるんじゃないかなと思っております。それでは、下書きの方を始めていきますが、写真と画用紙のマスの位置見比べながら、書いていくだけなので、簡単かなと思います。ちなみに、私のような右利きの方は、左の方から書いていかないと下書きの鉛筆消してしまうので、左の方から書いていきます。はい、ということで鉛筆での下書きがこれで完成となります。もう途中で何書いてるかわからないぐらい大変でしたけど、この、グリッドの線のおかげで、迷うことなく書くことができました。下書きでお悩みの方はぜひこのグリッド使っていただいて、本当に簡単なので、おすすめです。あと慣れてきたら、このマス目の大きさ、大きくしていってみたり、なくしても書けるようになるんじゃないかなと勝手に思っております。続きまして、この耐水性のペンピグマの 0.03 ミリで、この下書きをなぞっていこうと思います。
多分下書きの上手な方は、いきなりペンで下書きの方を書いていくんだと思うんですけど、私と同じように下書きにまだ自信のない方は、鉛筆で下書きを書いてペンでなぞるっていう作業が必要になってくると思います。大変ですけど仕方がないかなと思います。鉛筆の下書きを消しゴムで消すことがなくなってきたら、ペンでいきなり書いていってもいいんじゃないかなと思います。本当だったら消しゴムはあんまり使わない方がいいと思います。私もやり始めの頃はしょっちゅう消しゴム使って、やっぱり紙が傷んで水彩絵の具がうまく乗らなくなってくるので、極力消しゴムは使わない方がいいと思います。はい、さすがに疲れましたが、これで完成となります。最後に画用紙を傷めないように練り消しを使って転がしながら優しく下書きの鉛筆を消してあげます。こうやって出来上がった下書きを見ると、やっぱりグリッドなしでは到底書くことができなかっただろうなと思います。本当にグリッド様様です。続きまして、水彩絵の具の方を塗っていこうと思います。使っている絵の具はホルベインの透明水彩絵の具です。今回も明るくて爽やかなイメージを目指して頑張って塗っていこうと思います。まだ透明水彩絵の具のことははっきりは理解してないんですけど、最近よく思うのは、思った色を1回で出すのは多分無理なんじゃないかなと思います。薄い色を何回も重ねて、なんかセロファンが重なるみたいなイメージで塗っていかないと綺麗な色に仕上がらないような気がします。だから、慣れないうちは、緑だったら緑、茶色だったら茶色を作ろうとして塗っていくんですけど、なかなかそれだけじゃいい色にならないので、下色に黄色を入れてから緑を塗るとか、徐々に濃い色を重ねていくとか、工夫しないといけないんじゃないかなと思います。どんな色を重ねていくかっていうところが個性になってくるんだと思うんですけど、逆にそれが一番難しい部分でもあるような気がします。それでは、いい色を出せるように頑張って塗っていきます。
はい、それでは一通り固有色の方が塗れましたら、影色を作って塗っていこうと思います。今回も影の色はウルトラマリンディープにローズマダー、バントアンバーを少し混ぜて青色が強めの紫色を作って塗っていこうと思います。影の色はあまり濃いくならないように水でよく薄めて塗った方がいいのかなと思います。それで一通り影の色が塗れましたら、今度は、不透明絵の具の白で、細かい描写を描いていこうと思います。私はポスターから使ってますが、アクリル画紙とかでもいいと思います。最後にタッチの弱いところにペンで縁取りをしていきます。出来上がりましたらよく乾かしてマスキングテープを剥がして完成となります。今回は細かすぎて途中で何描いてるかわからないぐらい大変でしたけど、なんとか完成いたしました。というわけで、グリッドさえ使えば、どんな構図でも、描くことができるということで、皆さんもぜひ活用してみてください。まあグリッド使わないでも描けるのがベストなんでしょうけど、できるようになるまでは頑張って練習しましょう。今回も最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。次回もまた頑張ってまいりますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。皆様お体にお気をつけて、さようなら。